関武天皇、関武天皇、関武天皇、737年、天平9年から806年4月9日、延暦25年3月17日は、日本の第50代天皇、在位、781年4月30日、天皇元年4月3日から806年4月9日、延暦25年3月17日。白壁王、 後の公認天皇の長男、第一王子として、天平九年、七百三十七年に生まれた。聖母は、久だらけえ虎氏族の和ずの出身である、高野新笠。当初は、皇族としてではなく、官僚としての出世が望まれて、大学頭や自重に任じられた、公認天皇即以前は、山部王と称された。 不王の即位後は、新王宣言と共に四品が授けられ、後に、中塚佐教に任じられたものの、聖母の出自が低かったため立大使は予想されて、いなかった。しかし、藤原氏などを巻き込んだ清掃により、伊母帝の皇太子、大佐部新王の母である皇后、井上内新王が、後期三年三月二日、七百七十二年四月九日に、大佐部新王が、 同年5月27日、7月2日に、相次いで突如されたために、翌4年1月2日、773年1月29日、に皇太子とされた。その陰には、四季家の藤原桃川による擁立があったとされる。天皇元年4月3日、781年4月30日には、父から上位されて天皇につき、翌日の4日、 5月1日には早くも同母帝の沢良新郎を皇太子と定め、11日後の15日、5月12日に即位の御事のりを選した。延暦2年4月18日、783年5月23日に、桃川の兄、藤原義継の娘、藤原乙村を皇后をとし、彼女との間に、宛新郎、後の平城天皇と上皇、上野新郎、 後の佐賀天皇を設けた。また、桃川の娘で吉継の外孫でもある夫人、藤原旅子との間には、大友親王、後の純奈天皇がいる。延暦四年、785年9月頃には、佐原親王を藤原多熱暗殺の過度により、敗退死の上で流罪に処し、親王が抗議のための絶食で配慮中に、皇居するという事件が起こった。これを受け、 同年十一月二十五日、七百八十五年十二月三十一日、に二、宛神皇を皇太子とした。在宇宙の延暦二十五年三月十七日、八百六年四月九日、に崩御。皇三七十、宛神皇が、平城天皇として即位した。平城系における、肥大化した奈良仏教各自の影響力をいい、天武天皇流が自戒して、 天智天皇流に高等が戻ったこともあって、当時旗氏が開拓していたものの、ほとんど未開の山城国への戦闘を行う。はじめ、延暦3年、784年に長岡京を造営するが、天才や口述する近親者の不幸、たたりが起こり、その原因を天皇の徳がなく天使の資格がないことにあるとために、判断されるのを恐れて、わずか10年後の延暦13年、 七百九十四年、側近の和家清丸、藤原小黒丸、ろ、ホッケらの提言もあり、紀学における、詩人総王の土地賞より長岡京から、牛虎方位、東北に通った場所の平安系へ、改めて戦とした。また、江戸を服属させ、東北地方を平定するため、三度にわたる江戸政党を、観光、延暦八年、八十九年に、 キコサミを政党大使とする最初の軍は惨敗したが、延暦十三年の二度目の遠征で、誠意大将軍、大友おとの補佐役として活躍した、坂上田村丸を抜擢して、延暦二十年、八百一年の三度目の遠征で、彼を誠意大将軍とする軍を送り、田村丸が、アテルイラ五百人のエゾを京都へ護送した、延暦十一年、八百二年に、エゾの脅威は、減退。 翌二十二年、八百三年に、田村麻呂が芝城を築いた時点で、ほぼ閉廷された。しかし万年の延暦十四年、八百五年には、平安計の増作と東北への軍事遠征が共に、百姓を苦しめているとの藤原を継ぐ、桃川の長子の権限を入れて、いずれも中断している、を継ぐと、菅野真道との言う、特性論争。また、 軍隊に対する差別意識と農民救済の意識から、検事制を導入したことで百姓らの兵役の負担は解消されたが、この制度も間もなく機能しなくなり、旧世紀を通じて、朝廷は軍事力がない状態になった。その結果として、旧世紀の日本列島は無政府状態となり、結果として、日本列島は16世紀の職法政権樹立まで700年。 近い戦乱の時代に陥った。そのような状況において、有力な農民が自衛のために武装して、武士へと成長することとなった。文化面では、俗に本気の編纂を発案したとされる。また、最長を、玄学生、短期留学生として、等で、天台宗を学ばせ、日本の仏教に、新たな動きをもたらしたのも、桓武天皇地下で、いわゆる、 なんと六州と呼ばれた既存仏教に対しては不幸の没収など圧迫を加えている。また、高級の敏乱ぶりも言われており、それが後のクスコの変異へと繋がる温床となったともされる。その他、即位前の宝棄三年には井上内親王と小部親王の在位中の延暦四年には、沢原親王の不自然な皇居といった暗い事件が多々、あった。 井上内親王や沢原親王の怨霊を恐れて、同19年7月23日、800年8月16日、二校舎に須藤天皇と追放し、前者は皇后位を服すとともにその墓を参領と追奨したりしている。地政中は二度の戦都や東北への軍事遠征を主導するなど、歴代天皇の中でも稀に見る積極的な申請を実施したが、 青年期に官僚としての教育を受けていたことや、壮年期に達してからの即位、母親を通じて、騎馬民族の戦闘技術を学んだことが、これらの大規模な政策の実行を可能にしたと思われる。他、イミナワ山マ部。工業の後に、和風志望として、日本猫高等、渡るテラシ大ヤマト猫ア津ツに言い当アテのノミが、カンフー志望として、 桓武天皇が贈られた。また、三両の名をもって柏原天皇、三角、天国を芝千行、雨国押し開き雨の下知らす柏原天皇とも呼ばれた。三笹は、宮内庁により、京都府京都市伏見区桃山町、長井久太郎にある柏原陵、柏原の三笹に事情されている。宮内庁上の形式は遠急上記とは別に、 伏見区深草大亀谷古古古校長にある宮内庁の大亀谷両母山高地では、関武天皇が、悲相候補者に想定されている。在世中に、うったのへの埋葬を希望したとされるが、不審な事件が、相次ぎ牧戦によって、かの神社のたたりであるとする結果が出され、改めて、伏見の地が選ばれ、柏原漁が営まれた。演技式に記された、衛生婦女の禁漁として、 古代から中世前期にかけて、朝廷の厚い数計を集めた。柏原領の在所は中世の動乱期において不明となり、さらに豊臣秀吉の築いた伏見城の敷地内に入ってしまったため、深草、伏見の間とのみ知られていた。元独年間の修領で、深草案が谷町城連海京大の谷口古墳が考え定めされ、その後幕末に改めて、 桃山町の原料の場所に定められた。もっともその根拠は乏しいと見られ、別に桃山丘陵の頂付近に、まみささぎの位置を求める説もあるため、確かな場所は不明とするほかない。また皇居では、高麗殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。なお、皇述するように、平安系の戦闘を行い、 かつ、同系最初の天皇となったことにちなんで、明治28年、1895年に、平安戦と1100年を記念して、寒武天皇を祀る平安神宮が創始されている。寒武天皇の聖母である、高野新ヶの出身は、くだ系けトライ人氏族で、市政の和氏であり、中央政権に嫌韓を出す氏族ではなく、また、 新潟の母方の恥しも有力な士族ではなかった。公認天皇の皇后、井上内親王が廃され、山部親王、官武天皇が皇太子となっても、新潟は皇后にはなれず、十三味、夫人の位までであった。官武天皇は、即今もなく、天皇元年、781年4月に、母、新潟を皇太友人とし、いとこにあたる、 若丸は、異例の出世を遂げ、祖母方の恥しも、大江田、大江アソ菅原アソなどの姓を賜った。延暦8年12月28日、790年1月に、母、新笠が交ずると交代合意を送り、延暦9年、790年1月、新笠を葬る際、和氏は、くだら不王の子孫であり、くだ王族の演奏である、宮古忍夫王、主網は、 家白の娘日光により身ごもったものであるとして、これにちなんで新潟に天皇地備の姫村の死後を送った。さらに、同年二月に、くだらの子に氏は陳の外籍であると見事の折を発し、くだらの子に氏の理解を進めた。くだらの子に氏を外籍と称することで、母、新潟の出身氏族を名目上高貴なものにし、その結果母の身分を上昇させようとした、と考えられる。 在中、くだらの子に騎士士が本拠としていた方のに、たびたび狩猟のため行行し、くだらの子に騎士士を徴用した。また、高級に、くだらの子に騎士士の教法、教人、抵抗を召し入れ、くだらの子に騎士や木の部を生じとしている。平成13年、2001年12月18日、天皇誕生日前に恒例となっている記者会見において、近所天皇は、 翌年に予定されていたサッカーワールドカップに関係祭に関するお言葉の中で私自身としては漢武天皇の聖母がくだの武名王の子孫であると俗に本気に記されていることに韓国とのゆかりを感じています。ブネ王は日本との関係が深くこの時以来日本に五教博士が代々招平されるようになりました。またブネ王の子生命王は 日本に仏教を伝えたことで知られております。との発言を行った。この発言は、テレビ各社のニュースでは重ねて報じられたが、日本の新聞各紙の報道は、簡素だった。韓国では、大きな反響を呼び、皇室は、韓国人の血筋を引いている、皇室くだらき言論、日王が秘められた事実を暴露などの発言意図から、逸脱した報道も多く行われたほか、 当時の近代中大統領が年頭記者会見で歓迎の意を表するほどだった。なお、近城天皇は平城戦と1300年記念祝典の挨拶でもくだらとのゆかりについて同様の趣旨を発言している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。